おはようございます、皆さん。今日はね、ニッスイさんのエビシューマイをやっていきたいと思います。こういうね、お弁当のおかずも、あんまり社会人になってからね、食べる機会とかなくなっちゃったんで、ですから、レンチン用の商品なんですけど、温めてちょっと食べていこうかなと思います。で、冷蔵の商品を一晩じゃない冷凍の商品を一晩冷蔵でやって食べていきたいと思います。じゃあ早速、はい、これでね、少し温めてから食べようと思います。で、下側はね、こういう焼き方だとシューマイの下側がね、パリッと焼き上がるんで、まあレンチンとはまたちょっと違った形になるんですけど、多分美味しくできるんで、で、まあ下味もついてると思うんですけど、醤油でね、ちょろっと最後足してから食べようと思います。まあね、さっきも言いましたけど、こういうね、お弁当のおかずも社会人になってからだとあんまり全然食べる機会とかなかなかね、なくなっちゃって、なんか美味しそうだなとか、まあ、CM とか流れたりするとね、なんかお弁当のおかず系の CM とかが流れたりすると、あ、美味しそうだなとか、うまそうだなとか見るんですけど、なかなかね、だからこの動画を機会に食べようかなと思って。でね、この他にもホットプレート動画、まあいろいろ肉焼いたり、麺調理したり、茹でたり、スキレットでなんか物調理してたりとか、いろいろやってますんで、よろしければ他の動画もどうぞ。まあね、ちょっとぼーっと見る分にはね、いい感じな動画にはなってますんでね。動画もね、撮り始めてこれで190超えるのかな、もうすぐ200個ぐらい動画がね、なって、まあなんかね、これちょくちょくいろんなちょくちょくたまに話すんですけど、やっぱ動画ってなんか箱庭芸みたいなところがあって、なんか自分で決めて自分で動画撮って編集したりして、まあそんな複雑な編集じゃないですけど、簡単な編集とかしたりして、それでアップして、で、
まあ再生数もまばらでみたいな、うん、裏側だな。お、いい感じだ。はい、じゃあいただきます。焼き目だとねちょっと軽く焦げついてる感じで、いただきます。うん、まああったかいぐらいで、うん、美味しいです。うんうん、やっぱ醤油足して正解でしたね。下味がついてる時に、まあ、食べていきましょう。おお、これもね結構綺麗に焼き目がついてたりします。うん、しっかり焼けてるとねパリパリしてて美味しいですね。うん、また醤油がね焼けて香ばしくなって美味しいですね。うん、うまい。うん、やっぱりレンチンよりね、あの下の皮がパリッとして、で、あの醤油の焼けた香ばしさがあってね、うまい。やっぱ焼いた後の皮のパリパリ感がいいですね。うん、ごちそうさまでした。すごく美味しかったですね、西さんのいびし米。それでは今日はこの辺で失礼しようと思います。それでは最後まで見てくれた方ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。